たわ。ウィー、子猫ちゃん元気ね。冬なのにプールなんて。誰？私よ、スローンよ。え、スローン博士？全然気づかなかった。髪しばってるし、サングラスしてるし、そんなキラキラな服着てるから。エンプレスがあなたに言いたいことがあるみたいなの。だから来たのよ。エンプレス？何よその反応。私が会いに来てくれて嬉しいでしょ、いたしのキッドちゃん。それって僕に何の用かな。忘れちゃったの、キッド。ひどいわね。もうすぐホワイトデーじゃない。そうだね。だからアイテムショップから4つぐらい私にギフトしなさい。バレンタインデーのお返しをもらいに来たのよ。4つもギフト？そうよ、私のためならできるでしょ。あなたが6000ベイバックス持ってることは知ってるのよ。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、きっと相談があるって聞いたけど、どうした？モテッチ、今6000ベイバックスあるじゃん。うん。それ全部使ってもいいかな。なんで？エンプレスがバレンタインデーのお返しとして4つギフトしてほしいみたい。だからそれに使ったらベイバックスほとんどなくなると思うんだよね。そういうことか。でもきっと彼女おるやん、花が。そうだね。やのにバレンタインデーの日受け取ったってこと？チョコレート。モテモテやな、きっと。確かにモテモテね。あ、ハンナ、バレンタインデーの日に他の女の子からチョコもらってたなんて初耳なんだけど。ごめん、言うべきだったかも。言うべきというか、そもそも受け取らないでほしかったわ。私っていう彼女がいるのに。しかもよりによってエンプレスからなんて。本当にごめん、ハンナ。でも僕、エンプレスからもらったチョコレートは食べてないんだ。そんなの関係ないわ。受け取った時点であなたは浮気者よ。受け取ったというか、ポストに入ってたんだよね。そう、だとしてもなんでエンプレスにお返ししようとしてるの？私っていう彼女がいるんだから、お返しなんかしなくてもいいじゃない。ちょっと待って、話を遮って悪いけど、きっと私が作ったチョコレート食べてないの？じゃあそのチョコレートどうしたの？僕のお父さんが食べてた。最低ね、きっと。私が愛を込めて作ったのに。ごめん、でも彼女がいるのに食べるのは違うからって思って。ああ、私があんだけ頑張って作ったのに一口ぐらい食べてほしかったわ。ごめん、エンプレス。てかエンプレスもそもそもキッドのこと諦めなさいよ。いつまで未練タラタラなの？それは私の自由じゃない。てかそっちこそ早くキッドと別れなさいよ。いつまでダラダラ付き合ってるの、時間がもったいないわ。あなたたちどう見てもマンネリ化してるわよ。キッド、ちょっといい？何、戻っちゃう。今日のアイテムショップよくよく見たら欲しいスキンあるし、ちょっと V バックス使いたいかも。戻っちゃう、そんなこと気にしないで V バックス使っていいのよ。キッドがエンプレスにギフトしようとしてることがおかしいのよ。それにもうエンプレスにギフトしないでしょ、きっと。そうだね、よくよく考えたらおかしいよね。彼女いるのにバレンタインデーのお返しするなんて。きっとダメ、花の言うことに流されないで。さっきお返ししてくれるような感じだったんだから、しっかりお返ししてちょうだい。うわ、それに私、キッドがチョコを食べてないって聞いて傷ついたんだから、だからその穴埋めと思ってギフトしてちょうだいね。じゃあ他に何かいい方法を考えるよ。ダメよ、私はギフトがいいの。でもムタッチも V バックス使いたいって言ってるし、どうしたらいいんだ。エンプレス、ここにいたのね。もうすぐご飯できるけどどうする？今日はキッドと一緒に過ごすからいいわ。何言ってるの、エンプレス。ダメよ。冗談よ。じゃあきっとギフトよろしくね。楽しみに待ってるから。ちょっとエンプレス、どうしよう。エンプレスにギフトしたらムタッチスキン買えなくなるし。
キッド、アイテムショップ見てみ。なになに。ほら、無料でもらえるやつが置いてある。本当だ、しかもちょうどやつあるじゃん。これをエンプレスに寄付とすれば6000ベイバックス減らんない。マジでタイミングいいじゃん。おい、神、ありがとう。ということで、今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。できればチャンネル登録、グッドボタン、もっとクリエイターサポートよろしくね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。